この秋、各地でクマの目撃情報が相次いでいます。今日、秋田県の住宅地ではクマが出没。現場は住宅が密集する場所ですが、すぐ裏には緑が広がっていて、近くでは目撃情報も出ています。クマがとんでもない音でだだだだこう荒れて。警察や消防によりますと、午前4時20分ごろ、新聞配達をしていた70歳の女性が大小2頭のクマと遭遇。体長1メートルほどある大きい方のクマに襲われ、頭を引っかかれたということです。今月、新潟県では体長95センチほど、重さおよそ30キロのクマが住宅に侵入。孫娘振り返ったら、クマと目と目あったんです。それでギャーって言おうとと。専門家は猛暑の影響による餌不足を指摘します。猛暑の年はブナに代表されるどんぐり類の実りが悪くなるというのが通説です。あまりにも暑すぎると実りが前倒しになっちゃうんですよ。木の実が凶作の年はクマが住宅地などに出没し、目撃件数が増えることが分かっています。行動範囲を広げても栄養が確保できなかった場合は、冬も起きているクマが出没するかもしれないですよね。それは春の行楽シーズンに、普段だったらまだクマが出ていないような時期であってもクマと遭遇する確率が、ね、高まりますので注意が必要になるかと思います。